ポーツマスは、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の20番艦。艦名は、ニューハンプシャー州ポーツマスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、クリーブランド級軽巡洋艦24番艦以来4隻目。ポーツマスは1973年12月10日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に、建造発注され、 1980年5月8日に寄港した。1982年9月18日にヘレン・ポー・グッドリッチ夫人によって命名、浸水し、1983年10月1日に艦長ドナルド・エム・オルソン中佐の指揮下収益する。収益の3週間後、ポーツマスは最初の任務、グラナダでの救援作業支援を行う。同任務の功績でポーツマスは合衆国軍。 遠征賞を受賞した。1984年にポーツマスはカリフォルニア州サンディエゴを母校とする。ポーツマスは中国返還後の香港を訪れた最初のアメリカ海軍厳戦であった。ポーツマスは2004年9月10日にバージニア州ノーフォークで退役した。艦の設計寿命はまだ半分であり、核燃料の補給が必要であったが、コスト削減のため退役することとなった。 ポーツマスは第5艦隊二密戦闘グループと共に1995年から1996年にかけて展開した。この配備で海軍主君部隊賞及び第11潜水戦隊司令部バトル E を受賞した。1997年は第7艦隊と共に展開し海軍遠征メダルを受賞している。ありがとうございます。